ける。夢だとか仕事だとか大変だろうけどさ、愛する人がもしも明日命を絶って天に召されてたら、君の毎日は何が変わるかな。なんてつまんない冗談言って惑わせてくるけども、感情キープ Free Fuck。 サタンになんてなれないし、それあんたらさなら飛び出して、人だとか物だとか当たり手だかせて、そんなもんじゃ足りなくて、そのままの勢いで過去変える。その時はもう何も後悔は残さないよ。止まることなく流れゆくこの日々に、僕は手と手合わす。可愛らしい、こっぱずかしい、お願いがあるんだけどさ、愛する人がもしも明日命を絶って天に召されてたら、どうかこの僕もサンスの方へ導いてって。なんてつまらない話のネタにもならない、くだらない笑えない、恵まれないからの授かって、理不尽な運命背負ってさ、この瞬間3秒間人は命尽きてんだって。答え満足に恵まれ、その上どういう関係良好で、じゃあどうぞその前に残りの余命分けてから行って、支えで気づけないような小さな小さな幸せも、いつの日か楽しかったって笑える日が来るんだって、生きてるだけで幸運だって、毎日毎日噛みしめて精一杯生きて、セーターになんてなれないし、それあれ狂ったまま飛び出して、人だとか物だとか当たり散らかしてもいいから、残りの夢使い切って、さあ願うがままに死んでって、その先はもう誰も悲しまないような、世界作る千葉県野田市チキチキ情報局オンフェイスブックライブ、管理人の独り言、夜は友達、通称夜友。全国の皆様こんばんは、いつもご視聴ありがとうございます。いいね、コメント、シェア、どうもありがとうございます。喋る管理人でおなじみ、千葉県野田市チキチキ情報局局長&喋る管理人ファンキー利根川でございます。この番組は
千葉県野田市及び近郊地域のホットな情報を全国に向けて発信するローカル地域情報番組です。今夜も千葉県流山市松ヶ丘にありますチキチキスタジオより全国に向けて生放送でお届けしてまいります。改めましてこんばんは、ファンキー利根川でございます。新年度もよろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。感謝しております。4月1日月曜日夜10時6分20秒になったところでございます。というわけで、4月、迎えましてね、もう今日もまあもう皆さんね、ご存知かなと思いますけども、もう今日午前中からバタバタとね、いよいよ新元号発表ということで、あんま僕的にはあんま 気にしなくてどうなるのかなとかこう思ってただけだったんですけどもね、令和というところで、ね、まあちょっとまあオープニングからこんな話してもしょうがないですけどね、なんかちょっと個人的にあんまりこうしっくり来なかったんだけど、まあこれも慣れるのかなっていうね、まあそんな感じだったんですけども、皆様はどんなね印象を持たれたでしょうか。まあよかったら令和ということに関しましてね、感想なりこれなのとかさ、なんかちょっとよかったらこの後ね、板の方の話題にも上がってきますのでね、よければリアルタイムコメントで令和についてってなんですけどもね、なった、感想とかもしあったら、リアコメでね、書いていただけるとよろしいかななんて思ってますけどもね。はい、というわけで今日本当それね、まあ一日、まあお仕事の方とか意外とねお勤めの方も今日も月曜日だったのでね、年度変わりということで、なんていうのかな、バタバタと多分されてるね、された方もいらっしゃったし、まあ、道なんかも結構混んでたりとかね、したみたいなんですけどもね。はい、皆さんどんな、1日年度替わり、の1日目ということでねお過ごしになったでしょうか。まあ、なんかあればリアコメの方でね、打っていただければよろしいのかなというふうに思っております。はい、まああのね、まだ発表されてなくて、特に変わったってことはないからね、まだあと1ヶ月平ね、平成はあるんで、そんな感じなんですけど、まあなんとなくちょっとこうね、発表になってちょっとほっとしたというかね、そんな感じもあったんですけども。はい、それでは、ヨルトの方をもう淡々とね、進めていきたいなって思っておりますので、月曜日の夜、ひととき、楽しく進めてまいりたいと思いますので、お付き合いの方よろしくお願いいたします。それでは、出席。京子局員こんばんは、お疲れ様です。はい、上総市、おぎねりんりさんこんばんは、お疲れ様です。キキツさんこんばんは、お疲れ様です。大沢親指堂さん、朝活頑張ってますか、こんばんは、お疲れ様です。はい、みのりやさんこんばんは、お疲れ様です。近藤さんこんばんは、お疲れ様です。はい、リアコメいただいております、ありがとう。京子君こんばんは、こんばんは、親不動さんもこんばんはといただいてます、ありがとうございます。みのりやさんもこんばんは、ありがとう。近藤さん、はい、近藤、こんばんは、近藤です。ファンキーさん、ちかなみさんこんばんはということでね、今夜も楽しい仲間がね、こう集って、予定調和じゃないこの集まり方ね、なんともいい感じでありますけどもね、まあ今夜もまあ、なんとなくね、気分的には令和かなみたいな、そういう雰囲気なんですけども、まあのんびりちょっとやっていきたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、スライドショーの方本日いただいた、書き込みを中心にアップさせていただいております。じゃあまあ新年度、まあ一応なんていうの、まあ今月いっぱいは平成31年度で、5月入るとなんだ令和1年度っていうのかな、令和元年ちょっと分かんないけどね、そんなになるんですけど、まだまだ1ヶ月ね平成ございますのでね、平成31年度の4月ということで、今日も楽しくいきましょう。それでは千葉県の出しチキチキ情報局 Facebook グループ板、本日いただいた書き込みを振り返るコーナー、今日の板。
ありがとうございます。全然関係ないんだけど、全然もうなんかこう令和とかさ、元号とか、年度変わりと関係ないんだけど、Mac の、まあ、パソコンね、 Mac のなんかなんていうのアップデートみたいなのをちょっと来てたので、まあやばくないやつなんだけど、ちょっとやったらね、なんかね挙動がおかしくなってしまって、こっち今日の板の、今 Facebook グループを見てる見るやつと、あとこの曲を流す iTune は同じパソコンでやってるんですけど、ちょっとねなんか挙動がおかしいんで、止まっちゃわないと思うんですけどね、もし曲止まっちゃったらごめんなさいね。まあ板の方は、パッドとかもあるのでね、その中見ながらやっていこうかなと思ってますけども、はい。じゃあまずは、昨夜、放送しました生放送夜ともただいまの時間までのアーカイブ再生回数の発表のコーナーです。それではいきましょう。130回、130回、ありがとうございます。本当にね、1週間に1回とかないからさ、これ毎日だからね、毎日こんなに聞いてもらえるっていうのはね、本当にびっくり。1ヶ月に1回とかだったらちょっと少ねえかなと思ったりするんですけどね、これ毎日やってますからね、それでなんかねこのぐらいのところに行くというのは、本当に皆さん飽きずにお付き合いいただいて本当に嬉しいなというね、そんな感じでございますけども、まあ、アーカイブの方も、一つよろしく、 Facebook そして、YouTube の方も、ひっそりと YouTube の方にもアーカイブアップしておりますのでね、ぜひぜひそちらの方もチェックいただけるとありがたいです。まあ内容一緒なんで、ね、まあ、生放送やってるからいいんですけどね。はい、じゃあまあそんな感じで、楽しくね行きましょう。リアコメ来ています、ありがとうございます。あ、おげねにじさんどうもありがとう、こんばんはということでいただいてます、ありがとう。お、やたがいさんこんばんは、お疲れ様です。で、この間、水曜日に、東武ドア、木曜日、東武動物公園で演舞されました関宿の、よさこいつぼみ、さんの代表で、八田川さんこんばんはということで、ちょっとこの間立ち話だったんですけどね、5分間ぐらいだったんで、かなり濃い話をねこの間できたんで、すごく僕的には行ってよかったかなという、そんな感じなんですけど、はい、八田川さんよろしくお願いします。よかったらリアコメください。今日君皆さんこんばんはということで、はい、今日君130回パチパチパチといただいております。それでは今日も行きましょう、夜とも。じゃあまずは行きましょう、板。これ今本番始まるギリギリのところで、チェックしたんですけども、まあこれ被ってるからね、今週末ね、4月7日土曜日開催のお隣、これ坂東市の、古城祭りの、タイムテーブルと、出ておりましたので、ちょっとねチェックさせていただき、あと、会場内の地図、チェックして、おきましたので、これよかったらもし行かれる方ね、まあ、野田市内の方は、ね、野田の関宿城桜祭りかなと思いますし、まあ、坂東市、界隈、まあ、近郊の方も最近聞いていただいておりますのでね、行かれる方ぜひ、こちらの方、参考にしていただければというふうに思っております。坂東市の Facebook ページの方に、上がってるやつをシェアしてありますのでね、まあ、詳しくは、坂東市の Facebook ページの方行っていただけるとね出てると思うんですよね。ちょっとね坂東市のところで、そう、坂東市さんもリンディさんやられてるラジオつくばの中で番組をやられてるんですよね。これちょっと僕1回かにちょっと聞いたことあるんですけどね、出ておりましてね、インターネットで、これいつやんの、やったのか、明日やるんだ、4月2日の、午後の4時30分から生放送ということで、坂東市の情報をお届けするアットタウン坂東っていう番組かな。今週もバンバンバンドのコーナー、バンバンバンドのコーナー、なんかいいね。はい、4月7日土曜日に開催される古城祭りについてご紹介します。出陣式や武者行列、火縄銃演舞のほか、伝統の、お囃子やダンス、楽しい催し盛りだくさん、歴史ロマンを感じていただけるイベントですということで、ぜひラジオ放送をお聞きくださいということで、ラジオ放送で、
イベントのね PR をされるみたいなんで、よかったら明日、4時30分から、30分枠でございますけどね、ぜひ、レディオつくばチェックしていただいて、インターネットからも聞きますんでね、マイチューンラジオというアプリあるんで、その中で、探していただいて、レディオつくばとか、探していただけるとね、聞けますんで、よかったら聞いてみてください。はい、バンド推しの情報でございました。本当だよ、もう今週はね、週末イベントバンバン、上がってますからね。はい、皆さんね、まあよかったら2箇所ぐらいね掛け持ちしていただけるぐらいのパワーのある方募集中ということで、一つよろしくお願いいたします。はい、じゃあ行きましょう。続きまして、はい、ひだんさん、ありがとうございます。会社の従業員さんが活動しているおしばな教室の作品展が4月4日から6日野田市役所のふれあいギャラリーであります。素晴らしい、本当に素晴らしい作品ばかりなので、よかったら足を運んでみてくださいということでいただいております。おしばな教室作品展のご案内ということで、おしばな作品100点前後、展示予定となっております。市役所のふれあいギャラリー、あれ1階の多分エントランス入った奥のところだと思うんだけどね、こっちの、メインの正面から入ったところね。9時から15時まで、17時までの、開催となっております。最終日は15時までとなりますので、お間違いのないようによろしくお願いいたします。はい、日田さんどうもありがとうございましたね。興味ある方ぜひ役所に行かれる方も、そうでない方もね、よかったら見てみてください。はい、いいですよね、こういう情報も本当にいただけると、どんどんね、あの個人的な、個人的強さはないんだろうけどね、こういう情報も本当にありがたいと思ってますんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ディアコメ、はい、やたがいさん、ありがとう。こんばんは、ファンキーさん、この間ありがとうございました。またぜひお会いできる日を楽しみにしておりますと。はい、やたがいさん、またね、あの濃い話を、あの続きをということで、まだまだあのたくさん話、始まったもう2時間でも3時間でも、ね、してるから、ああいう話をするとさ、またぜひ、機会見つけてよろしくお願いいたします。そう、最近ねファンキートネが何かと、関波道方面に、まあ、遠いんですけどね、結構足を運んでいろんな方とお話しさせていただいてるので、行くこともね、よくありますんで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんもぜひリアコメの方をどんどんいただいて、令和に関して、感想などもありましたら、どんどんリアコメいただけるとありがたいかなと思います。それではいきましょう。王様親指堂さん、ありがとうございます。中国料家庭料理、最高峰さんにいますね。結構スイアンカナツさんもね、かなり推しの、最高峰さんでございますけども、はい、最高峰でランチしました。先日、野田のうまいもん祭りで当たった商品券を利用してきました。ああ、そうだそうだね、朝からあ、ね、早い時間から当て、ね、当てた、当てられたんだよね。いつもこんなに混んでるのかな、1時くらいなのに結構並んでた、並ぶだけあって美味しかったよということで、お親指堂さんも美味しかったぞということで、食べられたんだ、映ってますけどもね、はい、ありがとうございます。おお、これ何ですかこれ、これ何ラーメンなんですかこれ。ラーメンだよね、塩か。はい、みっちさん、ありがとうございます。最高峰行ったことないよ、平日でも混んでたんだね。みっちさん、結構、あ、親人さんも並んだんだ。一人だから早めに通してもらえたけど、あ、そうなんだ。はい、これしね、なんか美味しそう。はい、じゃあ、最高峰さん、ぜひ、よかったら足を運んでみてください。ちょっとお昼時並ぶ覚悟で行かれるとよろしいかなというふうに思っております。はい、親人さんどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。これ何ラーメンか、よかったら親人さんやって教えてください。あ、植草さんどうもこんばんは、お疲れ様です、ありがとう。今日一郎こんばんは、お疲れ様です、ありがとう。キキツさん
おお、ありがとうございます。菊池さんどうもこんばんは。最高峰さん、麻婆豆腐美味しいですねと。お、知ってるね。本当にもうね、菊池さんは本当にもう、もうなんでかってぐらいいろんなところを情報知ってるからさ、もうはるかに僕なんか全然知ってますからね。素晴らしい、ありがたい。はい、菊池さんおすすめ最高峰麻婆豆腐、ぜひご賞味あれ。そんな感じです。京子学院リアコメありがとう。やたがいさんや香里さん、先日は濃いお話できてよかったです、ありがとうございました。で、関宿地区最近ね少しずつ、いろんなね方と僕も知り合いまして、楽しく、これからやれるかなという、そんな感じでございます。はい、みっちさんどうもこんばんは、お疲れ様です、お世話になります。はい、それでは行きましょう。やばいな、今日ね夕飯結構軽めだったんだよな。なんかちょっと野菜系が軽めだったから、ちょっとこのラーメン見た瞬間ちょっとやばいなという感じでありますけども、続けてやってまいりましょう。皆さんはリアコメよかったら、令和の話題ね、ぜひ感想など言っていただけると。じゃあ行きましょう。有賀くんこんばんは、お疲れ様です。ハッピー関宿ということでね、いただいております。今週日曜日は関宿町桜祭りです。宿助返却前に武器をお借りして撮影いたしましたということで、そうこの間ちょっと宿助を、連れてったのでね、多分その流れだったと思うんです。埼玉の、宮代にね、東武動物館行った時に一緒に行ったんですけどね。はい、はい、覇王くんがね武器を持って、いるというね感じありますけど、はい、バッチリ野田関宿城桜祭り PR されております。はい、ありがとう。はい、コメント、はい、あ、やたがいさんありがとう、かっこいいぞよ。ありがくん、はい、この武器で、写真撮影、この武器で写生、ごめんなさい、写真撮影でも子供ら喜ぶかもしれないですねというこの武器ね、枝豆のやつね、あとこの小将棋の駒ね、あ、いいかもしんない。はい、ということで今日もモデルは有賀くんのハオくんで出したね、次男坊ハオくんモデルの写真、よかったらこれ見て、皆さんね板の方で見てみてください、よろしくお願いします。関宿城桜祭りに宿助もねバンバン登場する予定ですんで、ぜひよろしく応援の方してあげてください。ぜひね足を皆さん運んでくださいよ、ね、特に野田界隈の方は地元でございますのでよろしく。はい、いろいろねいただいております。はい、リアコメ、はい、京極局ありがとう。菊池さんへ、麻婆豆腐食べたことないから今度食べてみます。最高峰さんのやつかね。はい、なんかお腹空いてきたな完全に。はい、武藤さんどうもこんばんは、お疲れ様です、いつもありがとうございます。ミッチさんもこんばんは、いつもありがとうございます。やたがいさんありがとうございます、リアコメ、高井さん、はい、こちらこそお会いできてよかったです、またお会いしたいですというね、少しずつこう輪を広げてくるね、やっぱりこう毎回そうなんだけど、いろんなところにこうイベントとかにも顔を出すとね、必ずそこから何かこうつながって、あの輪が広がっていくね、チキチキ、だいぶね、広めてきたんですけど、こうまだまだ、やっていかなきゃないけない部分はあるんで、どうぞ皆さんね、リアル、オフラインでもどんどんつながってねいけるといいのかな、まあ、考え方とかさ、いろいろこう共有しながら、いろいろやっていけるといいのかななんて思っております。はい、それでいこう。菊池さん投稿ありがとう、2時間前野田市桜、はい、前世、これ前世ってどういう意味なんだろう、これもう前回で咲いてるよっていう話かなこれきっとね。ということで、今日は桜の写真をね綺麗に、お、結構野田咲いてますね、ね、いい感じであります、ありがとう。はい、前世、はい、ありがとう。平野さんありがとうございます、綺麗ですねといただいておりますね。本当だね、こんだけ咲いてくるとね。でもまだ夜まだこう寒いからさ、まだ少し持つよねきっと、ね、週末まで持ってくるっていいな。はい、ありがとうございます。菊池さんまたよろしくお願いします、本当に
僕も毎日喋ってますけど、菊池さんもほとんど毎日上げてくれてるというね、そんな流れでございますけど、どうもありがとう、よろしくお願いします。はいはい、じゃあ続いていきましょう。あ、これは僕のところですねはい、令和千葉県の出しチキチキ情報局も新たな気持ちで頑張ります。まあ今日は発表だけだからさまだ、うん、いいんだけど。はい、コメントもいただいております。坂田さんありがとう、5月1日から気を締めて頑張ってくださいとコメントいただいております。まあね、まあ、ファンキートネガ的には、うん、あんまりだらけってことない、まあ、基本的には放送の時はね、あのダラダラしてるんだけど、意外とこう頭のね片隅にはこうね、あの気を引き締めてるというかさ、うん、意外とねちゃんとやってんだけどさ。はい、頑張ります、気を引き締めてやってまいります。はい、平野さんありがとう、これからも楽しく拝聴させていただきます。明日朝早いので今日はすいません、アーカイブで楽しみます。令和の時代も頑張ってくださいねということでね。はい、もちろんね、皆さんと一緒に頑張りますね、僕だけ多分頑張っても多分全然野田は動かないと思うのでね、やっぱり皆様チキラーの皆様のね、力がないともうどうにもこうにも止まらないじゃないけどさ、ダメだと思いますのでね、ぜひみんなでやっぱりこう手を合わせてね、ガーッとやっていきたいなって思っております。よろしくお願いします。はいはい、ありがとうございます。はい、ミッチさんありがとう、こんばんはと挨拶したけど、いろいろやることあるので退出します、すいませんというね、本当にね皆さん結構律儀な方多くてさ、別にね僕なんかふってこう聞かない時もあるんだけど、ちゃんとこう挨拶してくれるのはね、すごくなんか野田の人はなんかいいなってこう思いますけどね。はい、あ、横文字ありがとうございます。マッケンタイアビーターさんありがとうございます、こんばんはといただいておりますけどもね。はい、合ってるよね、マッケン、これ どうなのかな、マッケンタイヤビーターさんってで分かれるのかな、これお名前ごめんなさい、ちょっと読み方分かんなくて申し訳ないんですけども、どうぞよろしくお願いいたします。ありがたいな、なんかいろんな方がね最近登場していただけるのが本当に嬉しい。まだあのね勇気、振り絞って参加できる方いらっしゃったら、ぜひこんばんはのコメントだけでも結構ですんでね、ぜひ参加していただいてね、こうみんなでこう盛り上げて地域活性につなげていこうというね、趣旨でやってますんで、チキチキどんどん、参加よろしくお願いいたします。もうこれはお風呂に入りながらもできるしね、マッサージ機のこうなんていうの、マッサージチェアの座りながら寝落ちしても参加できるという、ね、あと布団の中とかもいいしさ、うん、ぜひよかったらね、いろんな形でみんな聞いてください、よろしくどうぞお願いします。はい、じゃあ行こう。続きましてみのるやさんありがとうございます。山田みのるさん、みのるやさんね、ちょうど昨日おとといは昨日までか、焼き芋1対1フェアということで、衝撃の野田に衝撃を与えた、1本買ったら1本やるよという、衝撃のフェアをね実践してくれました。みのるやさんありがとうございます。4時間前の投稿です。後方から軽くクラクション3回お待ちしております。チキチキステッカーはジャストサイズですということで、おーいいね、この仕事車にこう貼ってもらえるっていうあたりがなんか僕的にはすごくいいなというね、ちょっと上のみのるやさんのステッカーから比べると何とも言えないいい感じが出てるんですけどね、まあこれもまた味ということでね、名前がこう目立つというそんな感じのチキチキ情報局のステッカー、これ磁石でペッて貼れるんでね、盗まれちゃうといけないんで、マグネット式にしてありますんでね、よくどっか駐車するときとかさ、やばそうなときは剥がして置いといてくれると取られないかなとね、最近盗難流行ってるんで野田市内ね、いろんな部分で。はい、ありがとうございます。あ、これ僕コメントしてます。はい、
後続者の方が笑ってくれると嬉しいです。つまらないことで地域活性、ご理解とご協力ありがとうございます、ということでね。なんかこうさ、あんまりなんかこう向きになってもうしょうがないからさ、なんかこう笑いを取れることとか、なんかあれなんか、なんか面白いねっていうことでこうやっていくとなんかいいんじゃないかなってこうね、考えてますんで、あえてね、でもこれはあれだからね、みんなでこう一生懸命やっていく証でもありますんで、よかったら貼ってください、よろしくお願いします。はい、リアコメ、うん、あーごめん入ってないか。はい、よかったらリアコメね、どんどんお願いします。まあ月曜日だからね、結構皆さんぐったりかなという感じありますけども、はい、それでいきましょう。歌の方続きまして、いい橋さんありがとうございます。いい橋さんかな、いい橋さん、いい橋さん、ちょっとごめんなさい。はい、区域外から、恐縮ですということで、今日の松戸市八ヶ崎の桜通り、ああ懐かしいな、八ヶ崎ね、八部から九分崎というところです。お天気は花曇りでした。お近くのお寺さんや神社の桜はいかがですか、ということで、松戸、自社サイトは、春色フォトコンテスト桜には限定していませんを開催しております。ご応募お待ちしておりますといただいております。あーなんかね、やっぱり各地で、桜の、情報がねどんどん入ってる、まあ、春だなという感じはありますね。はい、八ヶ崎のそう通りがあるんですよ。八ヶ崎、6号線からのあそこ何なんていうんだっけな、交差点ちょっと忘れちゃった、から上がって、森のホールにこうね抜ける21っていうあんですけども、千田堀っていうんですけど、そっちに抜けるね通りが桜がねすごくてこう綺麗なんだよね。はい、よかったら松戸のサイトなんですけど、フォトコンやってますんで、ぜひね松戸、界隈の、桜、まあ桜じゃなくても結構なんですけども、よかったら投稿してみてください。はい、飯橋さんどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。なんかね多いね桜情報、もうありがたい。まあ今週いっぱいぐらいなんで、ぜひ皆さんね桜見に行ってください。まあ、週末にねいろいろお祭りとかもあるので、まあ、その時にね見ていただいてもよろしいかなとは思いますけども、まあ、僕はもう前から告知してますけども、6、7と、千葉県東金市桜祭り参加させていただきますということで、東金の桜を見ていこうかなって思ってますけど、はい、じゃあ続いていきましょう。はい、これ野田市広報さんからの、情報をシェアさせていただきました。はい、空き巣被害多発中ということでね、ちょっとねせっかく盛り上がってくるところで、なんですけどもね、はい、週末にかけて野田市内空き巣被害が多発してるの。そうなんだ。犯人の手口は、家屋1階の窓ガラスを割って鍵を開け室内に侵入するパターンが多くなっています。今回は空き巣被害に遭わないためのポイントについて、防犯事故診断をしてみましょうということでいただいております。はい、チェックポイント1、防犯カメラセンサーライトなどを取り付けてますか。2、家の周りに、犯罪者が潜めるような場所はありませんか。あ、これね、うん、これは結構ポイントちょっとポイント高いかな。はい、3、門灯っていうの、これ門のライトっていうの、ライト、門の明かり、門灯でいいのはつけてますか。またインターホンはモニター付き録画付きにしてますか。4、窓ガラスにセンサーアラームや防犯フィルムを貼り付けてますか。また、防犯ガラスにしてますかと。なかなかね。はい、5、玄関ドアには鍵は二重で取り付けてますか。はい、どうですか皆さん、どんな感じなのかな、ちょっと
5項目ありますんでね、ちょっと改めて見ていただけるとよろしいのかな。まあまあ戸建ての方が結構対象かなという感じはあるんですけどね。またマンションとかこういうなんていうのかな、あの集合住宅はまあそれはそれでね、またいろいろ防犯はあるんですけどね。まあ戸建て庭付き一戸建て的な、感じを対象にねチェックポイントを作られておりますので、これよかったらチェックしてみてください。一つでもいいえという、回答が、あった場合は気をつけましょう。泥棒はあなたの、隙を、狙ってます。これから大型連休も控えてますので、防犯対策万全に、万全を期しましょう。ご協力よろしく野田警察署ということでいただいております。まあね、まあ、春だしね、まあ、いろんな方がこう動き出しますので、注意を、ね、するに越したことはありませんのでね、よかったら板の方にアップしてありますんで、これ見て、もう一回、ご自宅チェックしてみてはいかがでしょうか。はい、どうもありがとう。はい、近藤さんありがとう。リアコもいただいてます。今日も元気にチキチキステッカー車に貼って走ってましたが、近藤さんも駐車するときは剥がしています。本当に盗まれると悲しいので、大事には大事なものなのねということで、まあいい、近藤さん大丈夫だよ、あるからね。はい、まあ本当にね、まあ泥棒ね、泥棒話題だったからさ、まあ泥棒はチキチキステッカー持ってかないね、持ってったらネタバレちゃうからさ、みたいなそんな感じですけども。はい、じゃあ皆さんね、防犯、ちょっとね頭の隅に置いて、お過ごしください。ありがとう。はい、あ、これはいいかな。これはチキチキ、まだ初心者の方向けにちょっとアップしておきました。本グループへの投稿書き込みをお待ちしております。いただいた情報は毎夜生放送中の番組管理人の独り言夜は友達でご紹介させていただきますということでね、こんな感じで喋らせていただきますので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。8時間前、久保田信之君ありがとう。今日は桜木神社、今日の桜木神社、やっぱりもう一息、ああ桜木神社もう一息なんだ、いいじゃないですか、持ちが良くてというね、ところで、何枚かねいただいております。ああ綺麗だね。はい、寒の戻りで体調にも注意ですねということで、そう今日さ、さっき夕方ちょっと出てたら急激に寒くなったよね。6時ぐらい、まあ5時台ぐらいからさ、ぐわーっとなんか落ちて、今結構寒いでしょ。6時前ぐらいにも入っちゃったんでね、わかんないんですけど、ちょっと窓開けてさっき行ったらかなり冷えてたんで、今夜冷えるのかなというね、そんな感じではありますけど、花冷えということで、まあ花の持ちはいいからね、まだまだいいのかなという感じですけども。はい、信之君ありがとう。寒の戻りで桜のも足踏みのようですね。朝晩寒暖差大きいので要注意ですねということで、そうだね。はい、皆さんもね体調管理気をつけてください。お花見はやっぱり夜はね、やっぱなんかやっぱ寒いからね、気をつけて、厚着して出てった方がいいんじゃないかななんて思ってますけどもね。まあお酒飲めば暖かいか、まあいいんだけど。はい、桜情報、桜木神社版でございました。ありがとうございました。信之君またよろしく。平野さんありがとうございます。今日は残念ながらアーカイブね、アーカイブいかがでございましょう。平野さん聞いてますかね。はい、10時間前ありがとうございます。新元号発表、令和、万葉集より引用、美しく心を寄せ合う中で文化を育むとの意味。令の字は初めてとのこと。そうだね、あ、そうだった。これで私は昭和生まれ、平成を生き令和の時代を迎えることになります。希望に満ち溢れた時代を、生きていきたいと思いますといただいておりますね。令和、これどうですかね、平成令和平和だねという、ああそうね、中取ってね、なってますけどもね。まあまだなんか、ね、どうなのかな、なんか、なんかちょっとこうね、最初パッてこう、官房長官バンって出した時になんかちょっとこう
まあ文字のなんていうのかな、こう形もあるんだけど、ちょっとこうなんかとんがったような感じがしてさ、うんーってちょっとね、まあ平成が結構こうなんていうの、まったりというかさ、うん、なんかちょっとこう平成なんか穏やかな、あの字もなんかほら平らに、こう聖なるっていう字でさ、なんとなくこうなんか穏やかチックな感じから比べると、ちょっとねこうあの字の形もちょっとこうとんがった感じなんでね、うーんと思ったんだけど、でもまあ半日ぐらいこうね、あの令和令和っていろんなところ見てきたら、まあなんとなくねこう体には入ってきたからいいのかなというふうにね、思ってますけどもまあね、この和数っていう字はねすごくいいのかなと、いうふうに思ってますけどね。まあ皆さんね、どんな感想を持たれたのか、まあ文字的にはすごくいいね、あのなんていうのまあ法令の令とかさ、なんかそういう部分ではちょっとこう、うん、ピリッとしたね、部分もあるんだけど、こう令状とかさ、ちょっとこう何ていうか格式高いというかさ、なんかちょっとそういうねところでもこう使われる文字でありますので、まあそのあたりいろいろこう含めてきっとね選ばれたんじゃないかなとは思ってますけど、はい。まあ来月ね1日からいよいよ令和というね元号でまたみんな頑張っていくぞというね、アルファベットでいくとなんだ R の表記になるぞということで、今度 R いくつとか、平成は H だったりとかさ、昭和は S だったりとかね、いろいろあったんですけど、今度 R ということでなるかなというふうに思っております。まあいろいろねチェックしてたらもう大変だね。なんか今すごいね、なんていうの、発表して3分以内に商品を作るぞということで、たまたまニュース見てたら広島県福山市の工場があって、そこはなんかレーザーカッティングっていうので文字をこう書いたりで、なんかねこう商品を作ってましたよ。テレビで出たこの令和っていうやつを、写真撮ったやつをすぐフォトショップかな、イラストレーターかなんかにこう取り込んで、で刻印ものにこうバーってこうレーザーでさ刻印するやつをやって、2分、最速2分、30秒だったか40秒でサイトに、通販のサイトにアップできましたなんてやってたとかね。あと飴作ってたよね、なんか金太郎飴みたいなやつ、切ると令和ってこうさ文字が入る、それもなんかでやってたよ。出た瞬間デザインをバーってこう書いて、何人かで書いて、でそれをこう元に何つうの、金太郎飴みたいなやつこうビヨーンって何つうの飴伸ばしてさ、細くしてこうパコパコパコってこう切ってみたいなね、なんかそんなのをやってたんだけど、まあまあ皆さんいろいろねやられるなというね、感じであったんですけど、まあ特にこう商店さんなんかは特にね、企業さんなんかはやっぱりこうビジネスチャンスでもあるのでね、いろいろ挑戦されるのかなというふうに思ってますけども、まあまあいろいろねやられる方全然結構ですし、全然盛り上がっていいなと思うんですけど、まあね早々こう浮かれ上司もどうなのかなと思うので、まあまあ冷静にね、みんなで新元号を迎えられればいいのかななんて僕的にはね思ってますけども、はい。本当にね今日はそんな一日、令和な一日でございました。はい、リアコメありがとうございます。今日こそありがとう、近藤さん大切にしてくださり嬉しいですということでね、まあみんなのチキチキでございますからね、はい、ありがとう。今日こそ昭和の和がかぶってて個人的に嬉しいですが慣れですねと、うん、スマホで変換するとすぐ令和と出るのがすごい。ああそう、なんかパソコンまだなんか出なかったな、出るかなもうね、うん、はい、ありがとう。はい、じゃあまあ令和ということで、令和つながりで、パッとね出て何分間の先にちょっと Facebook を開けたら目に入りましたので、祝令和ということで、野田市、本庁通り本庁会、金具屋化粧品店さん、ポイント7倍本日会議でやられたよということで、もうすでにキャンペーン、やったというね、金具屋さんでございます。
はい、まあ、本日会員でまた多分ねこの後いろいろされるんじゃないかなと思いますね。特に女性の方ね、ぜひチェックしてみてください。はい、平野さんありがとう。とてもいい言語ですね。初春の霊月、記憶、うん、記憶、あ、記憶か、記憶和らぐ、令和の時代も平和でありますようにということでね。はい、もう官房長官令和おじさんって言われちゃうね、きっとね。平成おじさんって言われてた今度ねって言うんですけども、はい、ありがとうございます。令和の話題ね、今日もやっております。はいはい、京北被告人ありがとう。これ決定前に返還してもやはり先頭に来るワードなのかな、ちょっとねよくわかんないけどね、どうなんだろうね、うん、はい、鳩飼さんどうもありがとう。こんばんは、いつもありがとうございます。はい、本日よりお世話になりますということで、なんかすごいな、これちょっとね、全貌は写真で写ってないんですけど、野田市防犯組合、に指定しますということで、これはあれなのかな、ハットガイさんっていうのは、防犯のところに何ていうの指定されたっていうかね、みたいな、あんまりさ、なんかね、こう町内会の活動とか、まあ、したことないからさ、ちょっとよく僕わかんないんだけどね、うん、あ、ごめんね、ちょっと今リロードしちゃったんで、ちょっとねずれちゃったんだけど、はい、どれだっけな、あったあったあった、これだ。はい、はい、野田市防犯組合長鈴木優野田市長の、お名前もねバンって上がってますけどもね、防犯、組合の活動をね、される、というところで、鳩ヶ谷さん、ありがとうございますね。本当になんかこういうね、方が、いらっしゃってのやっぱり楽しい野田市でありますので、やっぱりいろんなね、僕らもああだこうださ、でっかいこと言ってこう市民活動とか言ってもほらやっぱりこう底辺にね、なって頑張っていただける方のやっぱりこう上に乗っかってこう僕らは踊ってるような感じでございますけども、うん、なんかこうすごくこうなんか引き締まった感じをね、投稿いただいておりますということで、活動頑張りますと鳩ヶ谷さんからもいただいておりますのでね、はい、どうぞ本当にね、犯罪のない、野田市ということで、やっていければなと思っております。はい、鳩ヶ谷さんね、なんか僭越ではありますけども本当に頑張っていただければありがたいなというふうに思っております。はい、どうもありがとうございます。最近ね、いろんな本当に投稿をいただいてありがたいという感じなんですけども、まあ、その中でやっぱりこう散歩話題が結構ね最近チキチキ目立ってるというか、こう流行りなのかもしれないですけどね。はい、じゃあ行きましょう、散歩話題入りましょう。はい、鹿野さんありがとうございます。運河散歩ありがとうございます。本日第2弾、これ第1弾ちょっと別に下の方にあるのでまた後で。はい、ビリケンさんは毎日桜を見ていますよ。お話を、聞けなかったのが残念ですけど、団子もあるので良いみたいですよと。すごいね、これ運河のところにあるビリケンさんね、これ流山すごくで壊されちゃって一瞬ね話題になったんですけどもね、今戻ってきて、またですね座っておられるビリケンさんでございます。はい、コメントいただいております。はい、平野さんありがとう。新元号の朝、陽光きらめく朝、いい天気ですね。鹿野さんありがとう。まだ空気は冷たいですがいい日和です。時間があったら東京理科大学理想会記念自然公園30分から40分かかりますまで足を伸ばしてもいいですねと。そちらからでは遠いと思いますので行き帰りは電車が良いかなと思いますとはい、ありがとうございますということで平野さんね言っていただいております。はい、
その他ね、みつさんも今週末よさこい踊るようなってコメントをいただいております。はい、ありがとう。ねえ、最近こう散歩投稿がなんかちょっと流行ってるかなという。はい、ありがとう。そして同じく鹿野さん、ありがとうございます。ほっかほっか出来たてですということで、これここ 2,3 日ねちょっと紹介させていただいております。はい、3月27日に公開ということで、野田市山崎に、相撲人工会館ね、館長これなんて読むの、瀬下さんっていうの、和彦さんがオープンしました。地域の皆様気軽に遊びに来ていただけるコミュニティ、相撲人工会館は昼は、サボー人工案そしとしてカラオケ有料、囲碁将棋、その他遊具、血圧計、体重計など健康管理の器具を取り揃えました。すごいね、びっくり。なんかねすごい感じなんですけども、はい、夜はちゃんこ大江戸としてお酒を楽しみ、カラオケでくつろぎの時間をお過ごしいただきます。お気軽にお越しくださりお待ちしております。動画の内容は相撲人会館の説明、第26回相撲人工全国大会の模様という、ちょっとまだ動画見てないんですけどね、ちょっと最近野田でまた新しいスポットができたというね、そんな感じでございますので、かなりインパクトのある写真も昨日かなアップしていただいたのでね、興味のある方はちょっと見てみてください。流山街道沿いにありますから、トルコ料理のアラディンさんのすぐね近くに並びにねある感じになっておりますので、よかったらちょっと足を運んでみてください。よろしくお願いします。鹿野さんどうもありがとう。はい、あ、そう、さっきの相撲人工会館のやつは昨夜の、アーカイブのトップのね画面にも使ってますんでね、はい、よかったらチェックしてみてください。はい、運河散歩ということで、いただいております。鹿野さんありがとう。これ一発目ね、運河駅の橋から今日は、目線を変えて利根川方面に向かって、写真を撮ってみました。残念ながら朝の時間帯は逆光になりうまく撮れないことが分かりました。しかしながら日陰から太陽が逆らい、まあまあそこそこ撮れましたので、アップします。1枚だけ運河水ぶくれの写真ありますよといういただいております。まだ運河まだだね。こう見るとね、運河界隈はちょっとまだあんまり咲いてないぞという、情報がねいただいております。まあ週末ぐらいちょうどいいんじゃないの、なんかイベントの時にねこう向かって、咲いていくというそんな感じで、なってます。はい、平野さん午後行ってみますというねコメント入ってます。はい、ありがとう。まあやっぱこう場所によって違うね、まだまだ。はい、リアコメ京極君今日はすごいですね、もう行ってますね。ユウさんにあお会いしてないなーなんて、はい、いただいております。相撲人会館のランチは、来週火曜日に会社の人たちと行く予定ですということで、すごいね、潜入いいじゃないですか、相撲人会館。なんかね新しいちょっとスポットかななんて、スコップ三味線ちょっと僕的にはね見てみたいなと思うんですけどね、やってくれんのかな、行ってやってって言ったらね、どうなんですかね、これ鹿野さんね、よかったら聞いてたら、コメントをいただけるとありがたいかなと思っております。はい、まあ、そんな感じでね、声もお届けしております。夜の生放送。はい、新年度になりましたので、またいろんなねイベント情報、どしどし、お寄せいただければなって嬉しいななんて思っております。はい、じゃあこれ PR コーナーやってまいりましょう。なんかね最近このソフトはねちょっとあんまり良くなくて、はいはい、こんな感じでね写真撮ってみます。よろしくお願いいたします。みんなね今度やってくださいね。僕いるとこれ
漏れなく一緒にやりますんで、チキチキポーズでね、みんなで写真を撮りましょうという。はい。まあ、これいいや、これ僕だから。はい。そして、運河桜祭りの情報、今週末になっております。よろしくお願いします。はい。6、7、2days。よろしくお願いします。そして、僕は、東金桜祭りです。東金はね、ずっと、やられてまして、まあ、イベントはね、今週末、やっぱり6、7と、なってますんで、もし、はしごされたい方、ぜひ、遠いからね、野田からだと思ったかな、60、70キロ以上か、結構あるよね、そう考えるとさ、野田から、ここから62、3キロあるからさ、結構あるよ。70キロ以上あるよね、野田からだと、本当に。ちょっと遠いなと思いますが、はい。そしてこれ坂東市、先ほどでご案内させていただいた、五条祭りかな、はい。ちょっと関宿城桜祭りのね、出し物と内容かぶる感じなんですけどね、よかったら午前中関宿城、午後坂東とかでもねいいのかなと思ってますけどね、はい。そして今じわじわと話題を呼んでおります、物議を醸しているチキチキ情報局、笑いを取るステッカーというね、やってますんで、よかったら、募金寄付金100円から、上は制限ありませんのでね、よかったら1枚、貼って、車でねちょっとアピールしていただけるとよろしいかなって思ってます、はい。はい、猫ちゃんワンちゃんの情報なども入っております。譲渡会というね、イベントとか催しというかね、定期的に今度、野田でもやられているので、ね、第3日曜日かな、イオンの手にありますアイアイさんと、さんというね、ペットショップさんでやられるということで、詳しくちょっと今、画像の方取り寄せてますんでね、また入り次第、詳しくまたご案内させていただこうかなと思います。はい、イオンの店、喫茶うさぎさん、一つよろしくお願いします。チキチキ情報局のちょっと応援してるね、またこの昭和な雰囲気、前の時代をこう彷彿とさせる喫茶店ということでね、ゆっくりしたい方よかったら、喫茶うさぎさん、ぜひ足を運んでみてください。よろしくお願いいたします。佐賀菜こんにゃく店さんのくず餅なんかもね食べられますんで、よかったら足運んでみてください。はい、そして佐賀菜こんにゃく店さん、これね終わっちゃったんだけど、心中というアルバムね絶賛発売中でございますので、佐賀菜こんにゃく店さん店頭他で、発売中でございます。1500円です。よろしくお願いします。一応今特典終わっちゃったんですけどね、3月、また多分なんか特典やってくれるんじゃないかなと思って、教区局員が、交渉に多分行ってくれますんで、はい、ちょっとね、待っていただければというふうに思っております。はい。そして親人さん、キャンペーンチキチキ特割やっておりますのでよろしくお願いします。はい、あと駅前ラーメンアンさんもやっております。まあいろいろね皆さんこう楽しく、やってるんですけども、はい。あ、信彦くんどうもこんばんは、お疲れ様です。桜木神社の写真ありがとうございました。桜木神社もまだまだもうちょっとだね、運河はもうまだまだこれからって感じなんですけどね、いいよね、はい、ありがとう。はい、続いて町ゼミよろしくお願いします。これ商工会議所さんとかにね問い合わせるといろいろ情報ありますね。また近くなったら詳しくね、いろいろ商店さんとかがいろいろねこうワークショップ的なものをやってくれたりとかね、こうしてこうなんかこうプロというかさ、からこうの目線で目線でというかね、こう体験、こんなものもこうやるんだよとかさ、なんかそういうものいろいろ体験させてくれるね、ものになっておりますので、これよかったらぜひ参加してみてください。まだ、15日ぐらいから受付開始になってますのでね、結構店舗さんまた増えてね、盛り上がると思いますので、
よろしくお願いいたします。はい、はい、こんな情報も来ております。はい、ありがとう。はい、そして関宿城桜祭り、これ週末7日の日曜日開催です。よろしく。はい、桜祭りつつじ祭り清水公園です。よろしくお願いします。はい、清水美智子さん、よろしく。はい、上層千姫祭り、まだ、今度14日、ね、から、スタートして、15日、ごめんなさい、5月の19日までになります。よろしくお願いします。はい、いろいろね、よさこい、野田組さん頑張ってます。はい、オーブさん、伊藤ゆげちゃんのチームね、頑張ってます。よろしく。はい、日産チェリー野田販売店さん、ね、まあいろいろこの情報もね入っております。葛町ぜひよろしく。まあいろいろね、あの情報盛りだくさんなんですけどね。はい、まあこんな感じかな今日はね。あんまりやっちゃうと飽きてきちゃうからさ。はい、そう、あの全然まだあの頭の中のこう構想なんですけど、まああのまあチキチキはほらいろんな方がさあの参加されてるので、まあね、フリーランスでお仕事されてる方もいらっしゃれば、サラリーマンでねお勤めの方、公務員の方もいらっしゃいますし、で商店さん、もね、たくさんいらっしゃるんですけども、なんかあの、まあ、さっきまあそうだな、まあこういう、うん、これは郁恵ちゃんのご実家の、あなたの街のカーライフアドバイザー、どんなことでもご相談ください、日産チェリー野田販売店さんみたいな、こんな感じ の、 あのお店の紹介、市内の、まあ、市内近郊市内、のを結構こう PR をさ、ちゃんとなんかなんていうの、こう定期的にちょっともう少しこう力入れて、まあ まあ要はこう SNS とかさ、インターネット放送で拡散したいなとか思って、まだ全然これまだ構想なんですけど、あのチキチキ情報局の中にあの商工会議所みたいなの作ろうかなって、チキチキ商工会なんとかみたいなさ、そういうの作って、あのお店とかやられてる方結構多いんで、みんな集めて、でみんなでこう情報発信をさ、あのチキチキの中の商工会の部門でこうさ、やっていくの面白いかなとかね、いろいろ今考えてはいるんですけどね。まあほら、あのなんていうのかな、こうみんなでこうやるとね、どんどん多分情報広がると思うので、そういう部分で結構有効なのかなと思ってますんで、チキチキ、商工会議所みたいなで集まりもちゃんとやって、どうやって PR していこうとかさ、あのまあ、基本的にはこう PR 情報発信をこう中心とした商工会、みたいなのをちょっと作りたいなって思ってますんでね。またあのいろいろね今案件ちょっと、ちょっと今むせちゃって、そういろいろちょっとね案件あるので、まだそんな急にはできないんですけど、ちょっとそういうなんか動きも、お店さんとかをこう中心にみんなね集まって、うん、なんかどう PR しようとかさ、なんかこうキャンペーンとか、うん、何、フェアとかさ、うん、なんかそういうのをねこうやれるといいのかなとか思って、ちょっと今いろいろねまた考えてますんで、またこれああごめんね、なんかできるようになったらちょっとまた進めていこうかなと思ってますんで、一つよろしくいきます。まあこうやってねパラパラね少しずつやってるんですけども、なんかこれはこれの何番組でもいいのかなみたいな、結構地上波とか見ててもテレビショッピングはテレビショッピングだけでこう番組やられたりとかさ、結構そういうね、
紹介番組だったりもあるので、なんかいい形でこのネット放送とかでさ、でアーカイブは YouTube にアップしてとか、なんかそういうのでね、こうやれていくと面白いのかなと思って、考えてるんですけどね。はい、よかったらまた商店さんとかね、されてる方、一緒にやっていきたいなって思ってますんで、またよろしくお願いいたします。はい、まあそんな感じかな、今日はね、月曜日から、お届けしております夜とも。はい、あ、飛んじゃったよ、なんか最近ダメだな、調子悪くて。うん、あ、来た、戻った。はいはい、皆さんね、チェックしていただいてありがとうございます。で、今週は結構またね、変則的な感じで、水曜日は、いつも恒例深夜ともで、でなんと今週の土曜日は、東金にちょっと泊まりで、桜祭り絡みの仕事が入ってますんでね、土曜日泊まりやります。これ前に言ってるんですけど、ホテル東金ヒルズさんという、まあ、ビジネスホテルだねこれねなんですが、そちらの方にね、一泊させていただきまして、なんとその部屋から夜とも生放送しちゃおうかなという、そんな感じで思っておりますのでね、ぜひ、よかったら、チェックね、していただけると嬉しいかなと思っております。はい、あ、リアコメありがとう。やたはやさん、眠気限界来ました。ファンキーさんおやすみなさいということで、はい、おやすみなさい。もうね、僕も今日はね、そろそろおしまいですという、はいはい、のぶひくんありがとう。京子さんこんばんはということでいただいております。はい、のぶひくさんこんばんはというね、そんな感じでどんどんねいただいておりますけども、はい、まあいろいろ今週もね、イベントとございます。平日は平日で平日の放送というね、そんなことでやってますんで、ぜひぜひ、盛り上げてどんどん行きたいなと思っておりますなんか本当にね、最近いろいろ問い合わせというかさ、なんかね、結構興味持たれる方がいて、メッセンジャーとかで、他のなんか地域、ちょっとはいろいろ情報の兼ね合いもあるので、特定はしないんですけどね、チキチキ情報局、やっぱりなんかね、やっぱこう Facebook とかでやってるんで、意外と気がついてくれる方がいて、なんかどうやってやってるんですかとか、なんかそういうね、問い合わせをこういただいたりとか、なんかこうやり方というか、なんか今度ちょっとイベントの時に見学させてくださいとか、なんかそういうね、お話も結構メールでいただいたりとかもしてるので、まあちょっとずつでもね、こう知名度が上がってくればね、まあ最終的にはほら野田ね、近郊がこうピックアップされていくのがいいのかなというね、感じでやってますんで、うん、なんかいい感じで、令和の時代に、もう迎えられるかなというね、チキチキ情報局でもありますので、ぜひ、皆さんね、今後とも一つ応援の方、もう応援というか、やっぱりほら僕がやるというより、やっぱりこうみんなでこう一緒にね、やっぱりやりたいという、こうスタンスなんで、ぜひぜひね、こうリアコメから参加していただいて、まあリアルタイムショーね、チキチキの生放送をチェックすることからで結構なんですけどもね、よかったら書き込みの方もどんどんね活用していただいて、PR などねどんどんしていただいてとか、また情報アップで散歩の写真でも大歓迎でございますので、少しずつね、参加していただけると、もう立派なこれ市民活動ですんでね、ぜひ皆さんどんどんね胸張って参加していただけるとありがたいかなというふうに思っております。はい、それではね、まあ、今夜は月曜日でございますのでね、そろそろ、この辺りでねお開きとさせていただきましょう。本当に今日はもう令和な、一日でね、あったかなというふうに思っております。はい、で放送、いつもねたくさん聞いていただいてるんですけどもね、この放送役に立つなと思った方は、この生放送終了後に、ご自身のタイムラインの方にシェアをしていただけると、チキチキメンバー以外のお友達の方とかにもこの、放送のアーカイブで、聞けるようになりますので、どうぞ皆さんどんどんいろんなところ広めていただいて、野田はこんな放送やってんだよとかさ、今日こんな放送はこんな内容取り上げてたよとかね、あそこのお店紹介されてたよとか、
なんかよかったらね、チェックして、シェアしていただけると、どんどん広がっていくかなというふうに思っておりますので、そのあたりのご協力も一つよろしくお願いいたします。はい、今夜も、遅い時間までリアルタイムショー&リアルタイムコメントたくさんありがとうございました。明日の放送は火曜日でございます。一応10時、予定となっておりますがなんと明日、ファンキーとネガは、バースデーということで、もしかしたら夜どっかに繰り出すかもしれないので、ちょっと時間の方がね、もしかしたら、まあ、基本的には10時に、スタート予定でね、思ってるんですけども、もしかしたら繰り出すかもしれないので、ちょっと1時間ぐらい遅れちゃったりとかする場合もあるかもしれないので、そのあたりは、バースデーということでご容赦いただければなというふうに思っております。まあ基本10時で考えておりますのでね、ぜひぜひ引き続き、リアルタイムショーリアルタイムコメント、どうぞご参加よろしくお願いいたします。ここまでのお相手は千葉県の出しチキチキ情報局局長&シャブル管理ファンキー利根川でございました。それでは最後はなんかね、やっぱりこのね、パソコンがね、重たいんだよね。反応が鈍くてさ。はい。じゃあ、逆さいこんにゃく店さんのせがれさんの、やってますバンド、アリンフィギュアさんのオンリーユーというね、曲で今日はお別れです。どうも、いつもありがとうございます。遅くなっておりますので、ね、早めにお休みください。明日も楽しみにお待ちください。どうもありがとうございました。バイバイ。おやすみ。やってくる
って前向いて目をつむってまた明日